ブリジット・ニールセンは、デンマーク出身のモデル、女優。本名ギッテ・ニールセン。長身で、均衡の取れた肉体、そして美貌を要して、ハリウッド映画では戦うヒロインやコア表な、女傑などを演じた。10代の頃から、カバーガールとして活躍。自慢の体型と、ルックスで、トップモデルとして君臨した。1980年代には、グレッグ・ゴーマンや、 ヘルムート・ニュートンの被写体にもなった。彼女に目を止めたのがディノ・デ・ラウレンティスであり、それまでの女優像にない個性を確信したラウレンスは、女優への転向を彼女に進める。20歳を過ぎて、オーディションを受けた彼女であったが、結果は、満場一致の合格。こうして、ヒロインに抜擢された作品こそ、アーノルド・シュワルツェネッカーが屈強の勇者コナンを演じた、シリーズの姉妹編 レッドソニアであった。当時、ターミネーターなどで、ヒット作に恵まれつつあったシュワルツェネッカーに注目が集まり、ビデオタイトルも、シュワルツェネッカーのキング・オブ・アマゾネスとなっていたが、本来の主演は、ニール・センである。こうして、女優として新たな活路を生み出すことになった彼女は、レッドソニア撮影終了後に、ニューヨークへ渡るが、その移動中に一緒になったのが、シルベスター・スタローンであった。 レッドソニアではゴールデンラズベリー賞ワースト主演女優賞と新人賞をノミネートされ新人賞を受賞。スタローンとも親交を深めたニールセンは彼の代表作とも言えるロッキーシリーズの4作目ロッキー4炎の友情に出演。女優への転向は幸運な滑り出しとなり、さらに翌年1985年スタローンと結婚した。 1986年、コブラで、夫婦共演。殺しの現場を目撃してしまったことで命を狙われる、ことになり、凄腕刑事に守られるヒロイン役を演じていた。1987年には一転して、スタイリッシュな雰囲気を活かして、ビバリーヒルズコップにでは、エディマーフィフンする、主人公に最後まで立ちはだかる黒幕をパワフルに、演じた。しかし、 スタローオンとは1987年に離婚。後にビバリーヒルズコップ2の監督のトニー・スコットとの浮気を告白している。1984年に最初の夫の間に長男が1989年に当時のフィアンセとの間に次男が生まれている。2004年にはリアリティ番組ザ・モールやザ・サーリアル・ライフなどに出演。また2008年には セレブリティリハブに出演するなど、リアリティ番組への出演が多くなっている。デンマークやドイツのリアリティ番組にも出演している。2007年には、アルコール依存症のためにリハビリセンターに入所した。2018年6月22日、第5子が誕生。第5子の妊娠が発覚した際はすでに54歳で、あったため、高齢妊娠と話題となった。ありがとうございます。